何かあるぞ。 おや、何かあるぞ。 この方ってどうしてこう、やらしくて大雑把で、おまけに押し付けがましくて、そう、あの人のように。お待たせいたしました。 まずはお互い名乗りましょう。私の名前はラクシャ、ガルマン貴族ロズウェル家の娘です。乗っていた船が沈んでしまい、この付近の海岸に流れ着きました。あなたは、その装い、確かロンバルディア号の船員のものと見受けますが。 冒険家ですって。今更ごまかさないでちょうだい。私はあの事故で危うく命を落としそうになったのです。あなたは関係者として今すぐ事故を説明なさるべきでしょう。それはアドルと言いましたか。そのようなヨタ話で 私が納得すると思いましたか。一体どこまで人をバカにするつもり。あら、あなた、聞
気のせいでしょうか。どことなく似ていますね。獣？一体いつの間に。いいかい。それには及びません。あなたのような方に守ってもらうつもりはありませんから。ラクシャ・フォン・ロズウェル、押してまいります。コウモリとは厄介な。私が落としてみせます。行くぞ。見渡す限り海ですね。ここは一体どこなのでしょう。せめて近くに人里があればよかったのですが。
光が、うん、松明を持っていないのです。安心するのは当然でしょう。レベルアップです。今です。よっ、何かあるぞ。僕の番だな。崩れたぞ。崩れたぞ。今です。よっ、それ。せー、今です。おや、何かあるぞ。そこに、やあ、
行くぞ。一息つけそうだな。ご覧になりましたか。今のは間違いなく人です。さあすぐに追いかけましょう。邪魔をなさるというのなら容赦いたしません。あの、別に気を落としてなんて。ん？おお、アドル。もしかしてアドルか。驚いたぞ。よくぞ無事で。誰かいないかと探していたのだが、まさか君に会えるとはな。あなたは確か。アドル、こちらの方は？Thank you.
あの、あれは船長を説得するための方便です。それよりアドル・クリスティン、あなたは一体何者なのですか？剣の腕が立つことは認めましょう。でも冒険家とは何ですか？そんなふざけた肩書きは初めて聞きます。冒険なんてものは所詮は道楽の類ではありませんか？それを最もな役割のように主張する輩を認めるわけにはいきません。良いこと？アドル・クリスティン、私があなたに同行するのは見定めるため。あなたが私の大嫌いな人間に似ているからです。質問は認めません。おまけに私のあのような姿まで。さあグズグズしていないで出発の準備をなさい。Thank you.